粘り気があり香りが高い高木そば。諫早市高木町の在来種で、生産者の減少などから幻の高木そばと呼ばれています。高木そばの味を広める活動を行う振興協議会は、有給農地などを活用してそばの栽培を行っています。今年は酷暑などの影響を受けたものの、例年並みの収穫量が期待されています。この日は今年の出来具合を確認する試食会が開かれました。弾力が全然違う。初めて食べたんですけど、そばの味がしっかり出ててすごく美味しいです。地元で食べられる店をもっと増やしていきたい。県外からもこの高木そばを食べに来てもらえるような、そういう取り組みができていけばいいのかなと。来月8日には新そば祭りが開かれ、高木そば600食などが販売されるということです。